菅総理大臣は緊急事態宣言の対象に8道県を追加したことなどを受けて記者会見しました新型コロナ対策について明かりは見え始めていると自信を示しました現在進めているワクチンの接種はデルタ株に対しても明らかな効果があり新たな治療薬で広く重症化を防ぐことも可能です 明かりははっきりと見え始めています。その上で、来月12日の緊急事態宣言の解除に向けては、ワクチンの接種状況や重症者数、病床の状況を分析して判断する考えを示しました。また、感染した妊婦に対応する高度な医療体制の確保を進め、迅速な搬送を行えるよう、病院や自治体などと 連携をを強強化する考えを強調しましまたそして来月の新学期を控え子どもへの感染拡大を防ぐため教職員のワクチン接種を進めるなど学校の対策を強化する考えを示す一方で全国一斉の休校要請は否定しました。